要は気持ちいいなと思ってもらえる鬱になる原因、鬱になってる人に何が楽しいって聞いてると本当に動けない人はないんですよ。僕もそう、うわ仕事に行かなきゃっていう時に動けないんですね。でもう本当に何が俺楽しいんだろう、だ僕楽しいんだろうと思った時に浮かばない。僕あんまりゲームが好きではないので、でもみんなが楽しいって言うからゲームしようと思っても、いや面白くない、僕趣味なんだったろう、もう思い出せないんですね。あそういえば釣りだった、だけど釣り今から行くわけにいかないし、そんなあれだしな、こう興奮するものがなくなっちゃうんですよ。楽しいことがなくなっちゃう、そうするとこう辛いことも乗り越えれなくなっちゃう、そういう人が鬱になる。要はまず鬱になって ふんずばって動けなくなったら、なんか何が楽しかったの、何がしたいの、それからとりあえずしたいこと、楽しいこと、これならもう興奮できるっていうものを一遍自分の心の中で探してみてほしい。そこがこうなんていうのかな、一生懸命自分にこう鬱になると動けなくなると自分にムチを入れて何かしようと思うんですけども、そうじゃなくて飴とムチだと飴こうあこれに対してとかっていうことをこう増やして動くきっかけ作りにして、もちろんそればっかりやってもなんか楽しいことばっかりやってるのはダメだけど、まず動けなくなったら何が楽しいのか、何が楽しかったのかっていうことを考えてほしいなと思います。